ヒーローイズカミング。1271年、モスクワ港の地位を確立したダニール・アレクサンドロビチ。流陸町モスクワの歴史はここから始まった。ボルガの恩恵を授かったモスクワの地は発展を遂げ、周辺の公国、大公国たちを打ち負かし、ついには大公の地位へと至った。順風満帆に見えるモスクワ。しかし、タタールへの服属という首輝きはつけられたまま、緩やかな支配下にありつつも、この野心をごまかすことはできない。今こそ、この首輝きをへし折り、大帝国を築くのだ。シュッ、シュッ、シュピッ、シャーン。した、した。ムーンジョールの、ムオナセーラ、EU4 ドミネーション&バージョン 1.3 号実況。今回は、シャーン。モスクワ大公国で遊んでいきます。ドミネーション主役の一カ国だ。DLC、サードローマ以来のアプデとなりますが、さてさてどんな塩梅になっているのか。今回も初動とアップデ内容を中心にプレイしていきます。ロシアに新しい実績が追加されたよね。それは目指さないの？こちらですね。ロシアで中華皇帝と HRE 皇帝の座を獲得する実績ですが、モスクワスタートは条件にありません。どの国家からでもロシアに編隊さえすればいいんだね。モスクワスタートの場合、特に中華皇帝奪取には回収が必須ですが、デングリへの回収に失敗して苗落ちした実況者がいるらしいですよ。バカだな、そんな実況者いるわけないじゃないか。実績はオイラとヤモンゴル、ジョシンさんの遊牧民パワーで狙った方が楽そうですね。ということで今回は目指しません。ブーブー。それを補ってあまりある楽しさがありますよ、モスクワには。早速プレイ開始。おうおう。さてさて、まずは。お、早速イベント発生。タタールの首輝きがイベントになったのか。今までは立地的に囲まれているくらいで、朝貢関係等はありませんでしたが、ドミネーションでは、1444年時点でナイオルダに降納している立場。ゲーム的には朝貢国ではなく、定期的にお金をむしりに来ます。こんな感じに高いな。おい、そろそろ首輝きをへし折る必要がありますね。それはさておき、まずは最序盤に達成できるミッションをチェック。ツリーを進めるには、まず月間統治点の確保と陸軍拡充が必要と。月間10の統治点か。モスクワ内戦はイベント待ちかな。あとは寺院の建築が条件のミッションもありますね。20周は大変だ。ふむふむ、なるほどなるほど。それを踏まえて特権は、初期から強力な公爵領と。これは何でしょう？メストニチェストボ、モンチ制だね。封建的階級制度で、ボヤールは家柄によって地位が決まったとか。ムー、階級特権になってしまいましたか。政府改革進捗度の増加に大きなデバフか。取り消した際の代償も大きいけど、早めに外したいね。そのボヤールへの特権は、なんじゃこりゃ。ノード制と農民の自由か。ボヤールと農民の関係性をどのようなものにするか。上なら不温度や人的資源のバフが入る一方、制度の普及に大きなデバフが入ります。モスクワで制度普及が遅れるのはきついな。一方、下の特権では制度の普及にバフが入りますが、人的資源ががっつり削られる。安定を取るか、技術専攻を目指すか。利用しないという手もありますが、今回は下のインクリースプレゼントフィーデンを利用してみますか。この選択は農民たちには支持されているけど、ゴヤールたちは不満を述べていますよ。一悶着ありそう。宣言されてますからね。他特権としては、陸軍維持費を下げるディシジョンが利用できる特権と、領産州への防衛バフ特権を利用してみますか。補正はなかなか強力だけど、州の開発で階級が土地のシェアを失わなくなっちゃうよ。ボヤールにこのタイプの特権を設定したのは軽率だったかな。総主教階級では、開発コストバフの特権も利用してみたいですね。5% 減少か、馬鹿にできない数字だ。対象は正教かつ寺院がある州、ミッションとのシナジーもバッチリですね。珍しく戦略的です。そのためにも統治技術4を急ぎたいところ。他特権の設定や直轄領の売却、土地没収からの追い特権ときて、最終的にはこんな感じに。直轄領 0% だが、征服して増やさなきゃ。ちなみにボヤール階級がパンパンなので、階級の法的権利のイベントは発生しません。ゼロから駆け上がれ。あとはライバルたちをポチポチと設定して、人的資源の消耗を抑えたいので、傭兵も採用っと。統治顧問は思い切ってレベル2顧問を雇用しちゃいましょうか。おいおい、そこまで経済に余裕は。そこは戦争で稼いでくるのだ。ナショナルフォーカスも当分は統治のままで行ってみましょう。統治技術用を急げ。傭兵の雇用が完了したタイミングで、軍の集結を達成。突然ですが、ここの選択がモスクワプレイの大きな分岐点になります。いきなり。モスクワは従来のミッションで東西への広大な請求権を確保できますが、それらを通常の請求権にダウングレードする代償として、外交官や小悪コスト減少の永続補正に加え、請求権の請求能力が格段にアップ。請求能力？請求権のある州の隣接州はもちろん、ステート全ての州に請求権を一括請求する機能や、請求権の追加コストが不要になる補正と強力な機能が利用可能になります。そんなに強いの？かなり強力で快適です。その分、ミッションでもらえる請求権を全て回収しきるのは困難になりますが、多すぎるがゆえに、だね。今回はもちろん質
下のルートで行きますよ。モスクワは広告ランクに固定されているから、外交官が増えるのもありがたいね。ですです。おっし、それでは早速進行開始といきましょう。まずはノブモロド。サライを征服し首級をへし折りたいので、初手ダイオルダです。そこまで支払いが嫌いだったか。ダイオルダがティムールと同盟しちゃうと苦労しますが、今回は初手ウズベク同盟。十分強力だけど、ティムールよりはマシか。別戦略として、ドミネーション環境ではギャザンがダイオルダの超広告になっています。ギャザンに宣戦して、ダイオルダを釣り出すことも可能ですね。サライまで割譲できるの？強戦国指定なしでもギリギリ、その分侵略的拡大が大きくなりますが、非常手段かな。今回はまっすぐ戦線。遊牧民相手は消耗がない。ステップで戦う機会も多いですからね。軍事技術を4に上げてから仕掛けるとかなり楽になります。というタイミングでボヤール放棄イベント発生。特権の反動か。大体このタイミングで放棄するので、パパッと鎮圧しちゃいましょう。規模がなかなか大きいけど、安定度をもらえるのはありがたい。ちなみに濃度性特権の場合は、農民が放棄します。結局放棄するのか。まずはダイオルダを塗り絵しちゃって。おっと、早速クリミアイベントが。あちゃー、オスマンに保護を求めちゃいましたか。これはオスマンが早々に黒海北部に足場を築きそうだ。対策を練っておかないとな。よし、あとはウズベクだけですね。霧の中に突っ込むのは怖いな。ウズベク軍はまだ把握しやすいのですが、突然湧いてくる部族反乱軍だけは許せない。今回は反乱軍が湧く前に首都陥落、現金確保だ。グヘヘヘ。序盤でこれはなかなか美味しい。あとはサライまでの領土をズバッと。これでタタールの首輝とはさよならだ。またまた安定度をもらえましたね。カトリックじゃないから安定度を確保するにも一苦労なんだよね。カトリックが楽すぎるという方が正しい気も。タタールの首輝を脱却したことで戦力当初と統治点、軍事点を獲得。おお、破格だ。ではアストラハンを属国解放しつつ、小墓前に統治技術を4に上げちゃいましょうか。お金ももらえたし、教会をどんどん建築していきたいね。初戦は無事に乗り切りましたね。では返す刀でノブモロドに宣戦しましょう。あの人的資源は傭兵を前面に押し出していけばいけるいける。この世界ではポーランドがヤゲオ朝の後継者を迎えており、ポリドー君形成済み。周辺をリトアニアにハイエナされる可能性は低くなっています。その分こちらも精神しにくいね。ボヘミア、ハンガリーあたりと同盟したいところ。ここでモスクワ内戦のゴタゴタイベントが。モスクワ大公の大い争いか。ゲーム開始時点ではバシーリー2世が大公についていますが、突肉争いの真っ最中、バシーリー2世は目を潰され幽閉されてしまいます。本イベントではこの幽閉を再現しており、安定度低下とともに君主が交代。ドミトリーシェミアーカが君主につきます。ここまでに安定度を上げておかないと大変だ。このイベントは連載イベントになっているので、続きはまた後ほど。それよりもカジクノフがダイオルダを切り取りましたよ。おお、それはそれは。停戦期間明けを待つ必要性がなくなりましたね。ノブゴロドからはスウェーデンとの国境を消すように割譲し、カジクノフの包囲が終わらないので火山にも仕掛けちゃいますか。火山は野外に宣戦してるね。敵の敵はみんな敵なのだ。カジクノフからはアストラハンの中核州をすべて返還してもらって、火山戦も問題なく。お、ワシーリー2世が解放されたね。プレイヤーはモスクワ大公に誰がつくべきかを選択できますが、ワシーリー2世の帰還を選ぶと、イヴァンということは、そう、かの大帝が後継者になります。君主能力も優秀だ。代わりにシェミアーカの戦勝者として放棄しますが、ここは史実ルートで行きましょう。これで大い争いも一段落だ。進行に専念できるぜ。1455年、ようやくチャガタイを追い出せたので、火山との和平しましょう。野外はがっつりと食べられちゃったね。ウズベクにも繁栄なされて一プロビ国家になっています。こうなると属国として利用したくなりますよね。悪い顔しておる。一つ目のアイデアは牽制にしようかな。モスクワはいろいろなアイデア戦略が採用できそうだね。1457年、ギャザンとトベリを全土併合し、序盤の拡張はこれで一段落。あれ、野外の領土が。ウズベクな州を返還してる。へえ、珍しいですね。ああ、大きくなっちゃった。こうなると属国利用は微妙かな。悩ましい。モスクワ内戦を乗り越えたバシーリー2世、彼はその座を後進に譲ることを決意する。決意。世代交代したところでロシアの統合を達成。イヴァン3世の統治期間に入るバグだね。フルに活かしましょう。しばらく建設やデブポチを進めた1458年、そろそろ進行再開です。まずは火山の平定を達成し、請求権を獲得。さあ、大召集の全回収は間に合うのか。請求権の期間内にきれいに回収してみたいですね。ウズベクからはカザフのダメチを、野外は属国化では平。これで完全に属国拡張路線だね。順次併合していきましょう。ルネサンスを受容し、牽制アイデアグループを解禁。小赤補正と請求権の捏造能力をフルに活かすなら、外交や情報もおすすめだね。ロシア化まで拡張を控えるなら、経済や交易、インフラなども面白いですし。序盤は新的資源が厳しいから、傭兵アイデアも効果が大きそうだ。いろいろ試してみたいですね。
さらに政府改革レベルにも解禁解禁。ここは何にしようか。せっかくなら追加された固有の政府改革にしますか。ロシア政府能力の補正とボヤールの影響力減少か。助かる助かる。ロシア政府能力も少し変更されており、ストレリッチの配備が人的資源獲得になっています。ふむふむ、ストレリッチは全て手動配布になったけど、ストレリッチを増やしたくない場合はこちらの方が使いやすいですね。ナブゴロドを全土併合し、北部西部への拡張も次の段階へ。交易的にはダルトからイギリス海峡まで抜けていきたいけど、ノルウェーを移乗してブリテン島に乗り込むプランが狙いやすいですね。今回は面倒、ゲフンゲフン。たまには立派なブリテン君を拝みたいので、のんびり行きますか。本音が漏れてる漏れてる。ああ、最初の請求権が失効しちゃった。ルーム、いきなり完全回収に失敗したか。うまく停戦期間短縮できないと厳しいな。しかし、今回は野外くんの再生副 CB が利用できるのだ。その土地は野外固有のなんたらかんたら。遊牧民に通用するのかな。裏で進めていた教会20周建築も完了しましたよ。思ったよりも早く済んだね。特権から建設コストバフももらっていましたからね。特権様様だ。ミッション教会の地を達成できますが、おうおう、報酬の分岐が偉いことに。これはイコンの種類によるのかな。ですね。好きな補正に対応したイコンを設定すれば OK ですが、やはりここは聖ニコラオスからの小悪コスト減少をもらいたいですね。25年間とはいえここでももらえるのか。拡張しろというメッセージをひしひしと感じます。火山は足りない。やむなし。ぬぬぬ。1475年、順調に一帯を平定するモスクワ大公。その視線はついに聖地へと向かうのであった。おいおい、まさか。正教会の擁護者としてはコンスタンティノープルを奪還しないとね。急展開すぎん。幸いオスマンは黒曜町に攻め込んでいます。オスマンといえどこの時期ではそこまでの軍量は出せないか。成長する前に叩いちゃいましょう。いざコンスタンティノープル。これが南下政策か。とはいえ油断はできません。ほら、軍室の様、モスクワ最強。あれ、ここまで差がついてるのか。オスマンの陸軍式にデバフが入っていますね。これなら特に問題なしなし。技術専攻ペナがちょっと痛いですが、軍事技術も7に上げちゃいますか。砲兵を準備してサクッと終わらせよう。モスクワ聖ウルバン砲の力でコンスタンティノープルの城壁も粉砕です。暴発しそう。聖商店をもりもり稼いで、オッシュは兵だわ兵だ。勝ったぞガハハ。属国のクリミアはこちらに移譲するとして、ビザンツの前にまずはブルガリアを復活させますか。聖地奪還とは。あと2回くらいは付き合ってね。ふう、やはりオスマンは早めに攻めるに限る。モスクワは立地的にも攻めやすいね。ミッションを利用した拡張に戻りますか。西への進出ももちろんサポート。ナブゴロドへの進攻を達成し、ルテニアからリボニアまで広範囲の請求権を獲得。うん、これは回収しきれないぞ。同盟国の貧弱なリボニア騎士団ウズベクと2面打ちでいきますか。国力も安定してきたし問題はないか。この間に2つ目のアイデアグループ解禁です。軍事点があまり気味なので軍事傾向。あれ、軍室と県政のポリシーに外交併合コスト減少なんてありましたっけ。 1.35 からじゃない。ちょうどいい。ここは軍室にしましょう。既存アイデアグループ間のポリシーも覚え直しだ。毎回指差し確認しなきゃ。リボニア騎士団からは割譲できるだけ割譲して。ポーランドにも殴られてるのか。そのポリ連合にも宣戦しちゃいましょう。ポリは北欧勢と戦争中だよ。まったく、隣でドンパチされたらおかおか寝てもいられません。モスクワがそれを言ってもな。まだまだ真っ向勝負はしんどいので隙をついていかないと。ポリ連合も放っておくとバシバシ成長しちゃうからね。丸4年ほどかかりましたが、リトアニアの交易中心地等を割譲と。ぐぐぐぐ、早く国境の整形を。まあまあ少々お待ちを。さて、これで北欧以外の周辺国家にはワンパン決めたので、ここからはロシア化までサクサクと行きましょう。統治技術10は目前だ。ミッションの進め、ジャガタイやオイラトへの請求権を獲得。東へ東へ。待ってろ、シベリア東アジア。忘れちゃいけないオスマン君。次はビザンツ救済だ。請求権が立ち消える前にトランスオクシアナ君とポリにも再度宣戦しましょうか。ああ、そんなに欲張って。東西の移動が面倒になってきました。方面軍はまだ用意できないか。政府改革レベル1を手動変更していないので、未だに広告ランクのまま、統治管理を伸ばす特権まで利用しています。久しぶりに設定してるね。今の環境なら特権フル盛りでもいいのかなと。属国を多用してるから成り立っている説もある。それはそう。ほらほら、西の国境も比較的整ってきましたよ。でも今回で請求権が正教のまま進めるので、宗教アイデアグループから聖戦 CB を引っ張ってきてもいいのですが、まだ戦勝点補正もありませんし、請求権は手動捏造で十分かな。ウラルを越えシベリアへの入植はまだできないね。覚
張しすぎて統治点ないなった。ロシア化遅れてたら元も子もない。そんなモスクワ大公国を救う英傑が今ここに。リバン4世雷帝様の入場だ。リューリク朝を維持していればイベントから後継者として迎えることが可能に。1500年以降発生、16歳かつ君主能力6、5、6の固定となっています。これは意地でもリューリク朝を維持したい。彼はまず北東航路を求め、ホルモゴルイ改めアルハンゲリスクを建設。各界の交易力が現状ほとんど機能していないのは内緒だ。中華皇帝とも隣人になり、お引っ越しのご挨拶。まだ大丈夫、まだ民はやれる。一気に飛んで1519年、包囲網が組まれそうで慌てて仕掛けた。第3次オスマン戦を終えたところでようやく建国の時間だ。結構遅れた。統治点使いすぎちゃいましたね。反省反省。それではポチッと。1519年、ロシアツァーリ国の建国を宣言。うむ、見慣れた色だ。ここからはモリモリとシベリア植民して毛皮交易でウハウハしたいですね。第一声がそれでいいのか。ロシア編隊に合わせてミッションも解禁。おお、追加でこんなにあるのか。引き続きミッションをチェックしながら拡張していきますが、続きは次回のお楽しみ。チャンネル登録、通知設定をして投稿をお待ちください。面白かったら高評価、メンバーシップもよろしくお願いします。それではダスビターニャ。